歴代スカイライン GT と異なり、唯一4気筒 DOHC を搭載するスカイライン RS は異端のスカイラインとして知られる。その RS を代表する存在がスカイラインスーパーシルエットだ。82年スカイラインがサーキットから姿を消して10年目、スカイライン誕生25周年を記念しデビューした。グループ5のレギュレーションにのっとり、市販車の形をモチーフにデザインされているが、同じパーツを使用しているのはルーフとフロントガラス、ライト類などに過ぎない。中身は交換フレームとアルミハニカムパネルで形作られた純レーシングカーである。デビュー時にはフロントグリルのあるマスクだったが、市販車のマイナーチェンジに合わせ鉄仮面マスクに変更されている。復活2戦目、富士の最終コーナーをトップで立ち上がってくると、満員のグランドスタンドは総立ちになった。その光景はベテラン長谷見雅弘をもってして生涯忘れられない感動だったと言わしめた。強いスカイラインの復活である。スーパーシルエットのシャシー設計はノバエンジニアリング、そしてあの戦闘的なボディデザインは由良拓也率いるムーンクラフトが担当した。そうですね、やっぱり火吐くことかな。とにかく富士のヘアピンで上から見てると、こうシフトダウンしながらその入ってくるたびにブワーッと炎が出て、品のなさがたまらなかったですね。今から見ると本当になんかこうちょっと暴走族に相通じる要素があるのかもしれないですけど、あの強烈なオーバーフェンダーと大きなタイヤ履いて大馬力で立ち上がるときはこうホイールスピンでね、ブラックマークを2本ビューッとつけながら、シフトアップのたびにこの火がブワッと出る、ああいうなんていうかこう野蛮な、今から考えると野蛮なああい こう魅力みたいのがに圧倒された記憶がありますね。そうですね、当時、日産ニスモじゃないですよね、確か大森だったと思うんですけれども、お話しいただいて、ブルーバードとシルビアとスカイラインと3台のスーパーシルエットマシンを製作するというところで、そのボディーワークを、やってもらいたいという話をいただいてですね、作ったと覚えてますけれども、とにかく、なかなかノウハウのある部分ではないんで、苦労はしたんですけれど、特に、スカイラインが、スーパーシルエット化される、非常に興味のある仕事だったと覚えてます。そうですね、やはりスポイラーが前面にこう大きく出ているのは、当時ヨーロッパでああいうやはりシルエットフォーミュラーっていうんでしたっけ、そのレースがあるものの写真とかをですね、いろいろ調べて、大体風土実験をするわけでもないんで、どういう車がどんな形で走ってるかっていう、勉強資料等を取り合わせて、で大きなチンスポイラーと、それからリアが前にフロントに対してリアのボリュームをすごく大きくとって、でアンダーフロアのボリュームをすごい作るというような形で、車全体をちょっとウェッジに立てつけるような形でダウンホースを発生させると。でレギュレーションでリアウィングがこのルーフの投影の影に入らなきゃならない、
っていうことなんで、リアウィングが大きく取れればあんなに苦労はしないんですけど、リアウィングはあのちょっと小ぶりなんで、まあその辺のでうまくバランスを取ると。でもまあ当時としてはすごい大きなパワーがあったんで、どうしても、こう車を押し出すっていうんですか、フロントを押さえつけないとパワーアンダーステアみたいな形になるんで、その辺で随分苦労しましたね。あと冷却ターボの異常なこの熱と、それからインタークーラーを効率よく冷やすために、フロントからエアを吸って、まあ、ボンネットの一番圧力の下がるところに吐き出すようなレイアウトを、した覚えがあります。まあ、ただ、ね、フロントのリップスポイラーの上をあの圧力が一番上がっているところを冷却には非常にいいんですけど、抜いてしまうとダウンホースも減るしとかいういたちごっこが大変だったかなと。それと当時19インチの後輪、ものすごく大きなタイヤ使ってたんで、ラジエーターはリアタイヤの前、ドア このちょっと横のあたりにレイアウトしたんですけど、もう場所の取り合いがすごい大変なんですよ。ダクトがだからもうドアから後輪まで あんなに大きなタイヤ使うために距離がない。その寸前にラジエーターを置くと後ろがすぐ後輪で、そのラジエーターの熱気を排出するのも大変だし、で入り口からラジエーターまでもダクトを作る距離が短いとかですね。冷却は結構苦労したなという記憶があります。一番注意した点はスカイライン そのシルエットを崩さないように。だからスカイライン本来の持ってるそのボディのプレスラインは全部生かして、そのプレスラインを使った形のこうブリスターフェンダーっていうかオーバーフェンダーをデザインする。だから全く別物のフェンダーをつけるっていうよりもスカイラインのボディラインをの延長上にそういう広いボディをデザインするような形には随分気遣いましたけど、まあ今見ると確かに今の GT に通じる部分なんかもあるのかなと。ただ今あんなにリップを出せないですから、それと今下をもっと有効に使ってるっていうのは違うんですけど、でも当時としては、まあ非常にオーソドックスな手法かなと。夕日に照らされたヘアピンに姿を現した赤いボディ。長谷見正弘の現役引退の花道を飾ったのはやはりスーパーシルエットだ。静かにメインストレートでマシンを止めると、大観衆のグランドスタンドに長谷見コールが響く。感極まった表情で応える。スカイラインスーパーシルエットの制作を企画したのは誰やろう、長谷見自身だったのだ。これは面白そうだなと。でちょうどF2 レースをおもちゃのトミーがスポンサードしてたんですけども、おもちゃだったらおもちゃのトミカっていう、トミーのカーなんですけど、それで小さい当時230円ぐらいでしたかね。だったらそのスーパーシルエットの方がいいんじゃないかということで始まったんですよね。で、まあ、エンジンはオッパマの研究所の方から、当時バイオレットターボっていうのを動かしたんですけど、そのエンジンをまあ貸してもらうってことで始まったんですね。ただメインスポンサーのトミーだけではとても車は作れないと。で、日産プリンスの宣伝部の人がですね、いろいろ考えてステッカー貼ってあるんですけど、PDC っていうステッカーがあったんですね。あれプリンスデーラーズクラブっていうのを作ってですね、プリンスのスカイラインとかグロリア売ってる全国の販売店の人たちにカンパを求めたんですね。でその見返りとしてなんか T シャツかな、それとステッカー、PDC のステッカーやったんですけど、まあいくらぐらいかちょっと忘れましたけど、多分3000円ぐらいじゃなかったと思いますね。で結構集まったんですよね。まあ多分
世界でも珍しいと思いますね。やっぱりプリンスの人たちっていうのはなんとかスカイラインを走らせたいという情熱をすごい持ってたんですよね。だからそういうことができたんじゃないかなと思いますね。グループ5のシルエットフォーミュラですね。それはまあ国内のスプリントレース用に作ったんですけれども、また別にオッパマの研究所がですね、まあ同じエンジンを使って同じような、まあスタイル的にはね同じようなスカイラインですけれども、中身は全く別物で、特にミッションとかデフはもう後ろに行ってますし、サスペンションの形も違いますし、タンクの位置も違いますし外から見て一番の違いは、やはりグループ5のシルエットフォーミュラは生産者のこのドアから上、屋根のガラスを使わなきゃいけないと。もう一台のグループ C っていうんですけども、グループ C の方がそういう規制がないわけです。ですから屋根ぺったんこなんですね。見た目はかっこいいですけどね。それで富士1000キロとか鈴鹿1000キロ、あとは、南アフリカのキャラミ9時間っていうのを出ました。もう室内はとてつもなく熱い車でね、あんまりそのグループ C の方のスカイではあんまりいい思い出がなかったですね。その車で当時あのロスマンズポルシェとかそういった車と戦わなきゃいけなかった。やっぱりグループ5の方が良かったですね。再び長谷見正弘がスーパーシルエットのステアリングを握る。今グループ5のシルエットフォーミュラーはですね、ミッションギアとデフがですね、筑波仕様になってるんです。多分ここで走るとですね、当時のリズム感っていうかね、ギアダウンとかブレーキング、そこから加速して、その感覚っていうのは多分当時のままの仕様ですから。完璧になんか僕の中では再現されるんじゃないかなと思ってます。一度こう体で覚えてしまうと何年経ってもすぐこう記憶っていうのは湧き出てくるんですね。多分楽しい思いをすると思います。
お、いいね。タイヤがバイアスからラジアルになったんで、なんか当時より完成度が高いみたいでね、すごい乗りやすいね。このタイヤがあったらね、もうビリから出ても絶えず優勝だったんだけどね。でも当時のフィーリングとかね、それはもうほぼ 100% 出てますね。何年ぶりだろうな、筑波走ったのは18年ぶりぐらいこの車ではね。走り始めると当時の この車のこうリズムってあるんですよね。回転上げてチェンジアップしてチェンジダウンしてこうコーナー入っていくと、もう体に染み付いてるからすぐ思い出しましたね。それに加えて最近のラジアルは素晴らしいしね。こういう車は皆さん乗りたいですよね。なんか僕だけこのスカイレーンの超スペシャルを乗れるなんて最高ですね。時計のように小刻みに動く機械式のスミス製タコメーターがこのマシンの歴史を物語る。すでに補修パーツの残り少なくなったミッションとブレーキをいたわるため、長谷見正弘はコーナー手前でゆとりを持ってブレーキングを終え、正確にダブルクラッチを踏んでシフトダウンする。それでも筑波サーキットを1分2秒台で走ってしまうその実力は、とても80年代に製作されたマシンとは思えない。当時の機械式インジェクションは燃料噴射量を細かく制御できなかったため、燃え残ったガソリンがエキゾーストで着火し、あの豪快なターボファイヤーが出現した。その炎が人々の心を捉え、スーパーシルエットのシンボルとなった。同時にレース勝率5割というこのマシンの圧倒的強さも忘れてはならない。異端のスカイラインとして永遠にその姿をとどめることだ。